鹿児島国体の感動から1年、国スポと名前を変えた初めての大会がおととい佐賀県で始まりました。佐賀国スポを鹿児島でも盛り上げようと、県庁の食堂に佐賀のご当地グルメが登場しました。2つの県を結ぶ深い絆のわけは、去年10月に開かれた鹿児島国体。もともと2020年に開催される予定でしたが、新型コロナの影響で3年延期されました。当初2023年に開催が内定していた佐賀県などが1年ずつ延期することを了承し、実現したものでした。そうして鹿児島と佐賀に生まれた絆をさらに深めようというプロジェクトの一環で、それぞれのご当地グルメが今日から県庁の食堂で提供されることになりました。こちらはピリ辛の肉味噌に佐賀県産のレンコンやネギをトッピングした佐賀県小城市のご当地グルメ、マゼンバ。マゼンバという方言が名前の由来なんだそう。いただきます。甘辛い味付けの肉味噌が麺によく絡んでいて、これはどんどん食べたくなる、ちょっとやみつきになる味ですね。そしてこのネギやレンコンチップの食感がまた楽しくて美味しいです。鹿児島のご当地グルメは県民に馴染み深い甘めの醤油で味付けした角煮丼です。お客さんの反応は、うまい、譲ってもらったんだ。鹿児島ね、佐賀にはお世話になったのね。この佐賀の人たちに感謝しながら。マゼンバは知らない。麺がもちもちでちゃんとピリッと辛くて、レンコンもパリパリでとても美味しいです。2つのメニューは佐賀国スポ閉幕後の今月18日までそれぞれ1日20食限定で提供されます。